タリストアレンジャー小松ギターアカデミー代表のタカです。このレッスンコースはバリオスの大聖堂第三楽章を完全にマスターするためのレッスンコースです。バリオスの大聖堂は素晴らしい作品ですが、第三楽章が難しく、なかなかマスターできない方が多い作品といえます。このレッスンコースは初めてこの作品を演奏する人がつまずきやすい箇所をできるだけ分かりやすく解説したレッスンコースです。このコースで第三楽章をしっかりマスターし、大聖堂の演奏を完成していただければと思います。このコースの特徴、バリオスの名曲大聖堂第三楽章の左手で押さえるポジションが実際に弾いているビデオで確認できます。数小節ずつ区切り、それぞれの押さえ方のコツと付随する音楽表現が学べます。右指のタッチや練習の際に気をつけることについての具体的なアドバイスがあります。スラーの練習法と音階をレガートに演奏する練習法が学べます。模範演奏を真似ることで一通りの演奏表現をマスターできます。超スローテンポのギターの楽器パネルと連動する楽譜のビデオで左手の押さえのポジションが確認できます。このコースを終了すると第三楽章の左手の押さえがしっかり分かるようになります。弦に対する右指のタッチが良くなり、美しい音色で演奏できるようになります。大聖堂第三楽章の楽曲としての音楽表現ができるようになります。各小節の押さえ方のポイントを押さえることで安定した演奏ができるようになります。以上のことがしっかりできることで、人前で演奏し鑑賞に耐えられる演奏ができるようになります。初めて大聖堂第三楽章を練習する人、楽譜を読むのが苦手な人、ハイポジションの押さえが苦手な人、美しい音色を出すための右指のタッチを知りたい人、スラーや滑らかな音階の弾き方の練習方法を知りたい人、人前で鑑賞に耐えうる演奏をしたい人におすすめです。このコースで大聖堂第三楽章を完璧にあなたのものにしましょう。それではレッスンでお会いしましょう。